西北部に位置する本庄市は歴史も古く、中山道最大の宿場町として栄えたところです。本庄市の南部の小田原と小山川河畔では、春になると約5キロにわたって桜が咲き、小玉線を作るとしてにぎわいます。江戸時代の国学者である花輪保喜一は、この歴史と自然の豊かな武蔵の国小玉郡沖野村に、延享3年1746年5月5日に生まれました。幼名を虎之助と言いました。虎之助、保喜一と生まれた荻野家は陽気な農家で、父荻野武平、母喜代の長男として生まれ、弟上野になりました。保喜一は5歳の時、肝の病を患い目も悪くなりました。父の武平と母の喜代は神奈川を渡って藤岡の名車に通ったり、名前が良くないということで辰之助と名前を変えたりしました。しかし7歳の時、全く見えなくなってしまったと言われています。目が見えなくなり、外で遊ぶことができなくなった保喜一は、家の裏にある龍勢寺に行って遊ぶようになり、住職さんから書物を読んでもらったりしたと言われます。龍勢寺は小玉33霊場の一つであり、他の寺院とともに多くの信仰を集めています。龍勢寺の本堂の前には三日月不動があり、この三日月不動は、三日月はやがて満ちるので足りないものを補ってくれると信じられ、この地の人たちに信仰されていました。保喜一の両親も保喜一の病気が治るように祈願したと言われます。江戸時代、本庄宿は中山道の江戸より10番目の宿場で、中山道最大の宿場町となりました。参勤交代の宿場として田村本陣と内田本陣があり、脇本陣も3軒置かれ、大いに賑わったとされます。保喜一が12歳の時、母親の喜代が亡くなり、保喜一に江戸に行くことを決心させました。15歳の時、江戸を出るために歩いて行ったのもこの中山道です。保喜一が江戸に出る時に大切に持っていたものに、母親の帯で作った手縫いの巾着があります。中には23本入っていたと言われています。またそうめん箱には少しばかりの着替えを入れて、風呂敷に包み背負って江戸に出て行ったとされています。後に林大学の神が、大切なものだからお宝箱と命名したと言われます。江戸では飴富兼業の門人となりました。目の不自由な人たちが生活するための藤堂座に入りました。藤堂座には73もの会員があり、その最上位が総兼業です。門人となった保喜一は千夜と名乗り、針や灸、あんま、琴、三味線などを勉強しました。しかし不器用だったせいか、なかなか身につかず、自分の不甲斐なさを悲観して、普段の押しの口で夜なげようとさえしました。飴富兼業から3年の猶予をもらい、学問の道に進むため学者の萩原宗湖の門弟になり、また当時著名な国学者である鴨の間口の教えを受けたりしました。飴富兼業の後押しもあり、保喜一は
州軍高等と会議を上がっていきました。保喜一が34歳の時、自分の書物に対する知識を生かし社会に恩返しをするために、世のため後のためにと文書類従の編纂を決意し、天満宮に般若心経100万遍読書を思い立ち成就を祈願しました。保喜一の構想した文書類従は、各所に秘蔵される貴重な歴史や文学作品などの書物を活用しやすくするため、さらに災害などによって散逸や消滅の危険がある書物の複製を作るために版木を起こして出版するという大事業でした。実際に文書類従の刊行によって原本はすでに失われてしまったものの、内容が今日に伝えられた古典書籍は少なくありません。それにしても全国にある貴重な書物を探し出し、書写を行い、分類整理し、さらに構成作業を行って聖書本を作って版木に起こして出版することは並大抵の苦労ではありませんでした。25年666冊に及ぶ文書類従は、34歳で思い立ち、41歳で初めて刊行し、文政2年1819年、保喜一74歳の時に完結しました。思い立ってから41年の歳月を要しました。また完成5年、1793年、保喜一は国学の大切さを感じて、国学を学ぶことができる和学講談所の設立を幕府に願い出ました。保喜一は和学講談所の敷地として宇田六番町に300坪の土地を拝借し、許しが出た後すぐに建設が始められ、11月8日に完成しました。また2年後には寺社奉行管轄から林大学の下に支配となり、幕府直轄の学校となりました。和学講談所では日本古来の書籍を学ぶ、文献資料を調査し編集構成を行う、幕府の要求に応じて資料の提出応答原案の起草などを行う、そして文書類従などの刊行を行うものでした。保喜一は和学講談所の名前の命名を老中松平定信に依頼し、松平定信は温古堂と命名しました。水戸春堀によって書かれた文字を八代博方の彫刻で彫られた木額が現存します。また和学講談所の敷地の一角には天神様を祀った天満宮がありました。花輪保喜一は文政4年1821年76歳の時に建業の頂点である総建業となりましたが、その年の9月12日みんなに惜しまれながら亡くなりました。雨富建業と同じ四谷安楽寺に埋葬されましたが、現在では新宿区の愛染院にその墓があります。保喜一の偉業の体制を図るため、ひ孫の花輪忠雄らが明治42年に温古学会を創立し、花輪保喜一の遺志を受け継いでいます。同じく埼玉県出身の渋沢栄一らの力により、昭和2年皇室御領地であった渋谷区に会館が建設され、17,244枚に及ぶ版木が保存され、現在も出版が行われています。昭和12年三重苦を克服した奇跡の人といわれたヘレン・ケラーが
音符学会を訪れました。エレン・ケラーは古希一の像や愛用していた机に触った後、通訳を経て次のように感想を言われました。私は子供の頃、母から花輪先生をお手本にしなさいと励まされて育ちました。今日先生の像に触れることができたのは日本訪問における最も有意義なことと思います。先生の手垢の染みたお机と頭を傾けておられる敬虔なお姿とには心から尊敬を覚えました。先生のお名前は流れる水のように永遠に伝わることでしょう。花輪保喜一は7歳で失明し、15歳で江戸に出るまで住んだ沖野村のことを終生忘れなかったといいます。すみれの紫、ほおずきの赤、ゆずの黄色など、沖野村の風景とともに保喜一の脳裏にしっかりと刻み込まれていました。生まれ故郷本庄市でも記念碑が建立されたり記念館ができるなど、本庄市が生んだ偉人として、花輪保喜一は多くの人から敬われています。